山本マネキンでございます。今回はあの 95% のバイオマス比率のボディを作らせていただきました。 95% ということはもうほとんど、まあ、バイオマスでできているという、まあ、環境に本当に優しいボディができたと自負しております。あの去年は 51% だったので、まあ、ほぼ倍のパーセントの、達成できたとして喜んでおります。はい、あとこちらがですね、まあ、デジタルサイネージといいますか、まあ、デジタルサイネージのこういったものを利用しながら我々の技術を使いたい、まあ、これはあの取っていただくとこの商品の、まあ、そういったコンテンツがいろいろ出るという、まあ、こういった画期的なものなんですけど、これプラスこれだけじゃやっぱりもう一つということで、今回そのハンガーのところに我々のバイオモスの技術でこういったことをさせていただきました。これなんか例えばこのジーンズを使ったもので、ジーンズの生地でこういったものができますよと、まあ、これはあの商品としては違うんですけど、こういった何々でできたとかいった紹介がかなりしやすくなる、まあ、あのポスター1枚だと分かりづらいものがこういったことでいろんな情報が入るということで、楽しくこういったことが理解できるかと思います。これはあのピーナッツでできたとかこうなっております。こちらはですね、根津さんが作られましたジェリーフィッシュツールという、まあ、こういったあのクラゲの、まあ、モチーフというか、触るとですねこういった波紋がする、波紋の上に座るという、まあ、こういった不敵なデザインのツールを作られたんですけど、まあ、そこの上のところにこういったバイオマス素材のものを使ったもので融合したら面白いんじゃないかということで、今回こういった、まあ、デザイナーの方といろんなことをバイオマスを通じて、まあ、コラボしております。まあ、あの今回の、まあ、テーマの一つにこの紙飛行機とかがあるんですけれど、まあ、バイオマスを使ってこういったデザイナーの方、さっきのような企業の方、いろんな方とつなげて、まあ、あの明るい未来のためにこのバイオマスでなんか一つ世の中のために役に立つことができたという思いで、今回山本マネキンのこのブースを作らせていただいております。